俺は手先が器用らしく、料理はもちろんのこと、マフラーをはじめとした小物類作成の手芸も特技。保育園の時にマフラー作りをしてから作ることが楽しくて。手芸については、今はボタン付けや服がほつれたら修繕するぐらい。たまに、姪っ子がキャラグッズを欲しがるらしく、義兄嫁にデザインや作り方を教える程度。教えるというか、ラフをスキャン、それをメールね。いつか結婚したら、妻と一緒にできたらいいなって、密かに夢見てる。料理作りに面白みを感じ、コックになるべくその道を進んだ。だが、自己投があって辞めることに。その後は、第二の社会人生活をスタートさせ、その転職先で元カノと出会い、交際スタート。でね、男のくせに料理だなんて。手芸のデザイン等に使ってたノートを見て、手芸だなんて、と、ぶつくさ小言が多かった。日ごとに増えた。男なら稼がなきゃ。と焚きつけられるも、同年代と比べたら稼いでる方。同じ会社なんだから、収入いい方だとわかるだろうよ。別に迷惑かけてもないし、ちゃんと会ったりもしてる。ただ、特技が気に入らんのか、それがめめしいと思うのか。こちとら、週に一度ジムに通って、そこそこ鍛えてはいたものの、女顔のせいか、パッと見で、男らしさがあまり感じないらしかった。じゃあもういいわ、もう別れよう。とバイバイ。俺も、料理してるたびに、隣で小言こぼされるのも、正直イラッとしてたし。もうすぐ味噌汁の男に、特技含めて女の子みたい。といつまでも茶化すのもガキっぽい。すっかり冷めてた。そんな元カノがクズになり下がった件。男らしさを求めるあまり、次に付き合ったのは、大学時代に運動部をしていた、別部署の男性。ただし既婚者。一目でわかる肥満の腹が男らしいとは、初めて知った。俺と別れた後、だいたい1年間ぐらい不倫していたそうだ。会社に、奥さんが弁護士を連れて乗り込んできたのが先月。既婚男が元カノに惚れ込んだらしく、どうも数百万使い込んだらしい。既婚男は離婚で、元カノと既婚男には、慰謝料、プラス、使い込んだ金の返還請求でやばいらしい。さらに、元カノは、同棲してたことがわかり、会社まで徒歩圏内で、交通費不要にもかかわらず、交通費をもらっていた件で、別途、会社から返還請求。返還しなければ訴えられる。既婚男は、降格からの、僻地へ転勤のリストラコースで。元カノは、派遣先も絡んで契約打ち切り。既婚男の反社会的行為は、全社員へ社内メールで通知。名前は出してないけれど、不倫等はするなよ。と。でも、転勤先の所属社員にも、すでに知られている模様。そして、元カノがよりを戻そうと、俺に復縁迫ってきてる。人事部の俺なら、なんとかできると思ってるっぽい。ねえよ。そもそも、なんとかしてあげよう。と思う気にもなれない。よかったじゃん。何百万も、自分のために使い込んでくれる男ができて。男らしいんじゃないのかな？理解できないけど。振って？振られて？この元カノと別れてて、本当によかった。二股かけられてた可能性はあるね。俺と別れた後というのは、本人たちにヒアリングして聞いただけで、嘘かもしれないし。ただ、今となっては、たらればの話で、別れて本当によかった。元カノは既婚男と同棲。既婚男は、単身赴任で本社にいたんだよ。そのあたり説明不足だった。すまぬ。不倫バレの経緯まではわからないが、一部証拠は確認させてもらって、元カノが、既婚男と同棲していることは確認できた。ついでに、社内メール&対応している携帯のログも調査した結果、二人が密な連絡をしていることが判明。ただし、俺と別れた後からの連絡のやり取りだったわ。プライベートのスマホで連絡のやり取りしてたかもしれないけど、そこまでは会社としては調べてない。
だから、二股かけてない。とは言い切れないけど、もう終わったことだし、どちらでもいい。